疲れた。ハウスダストだから鼻がやばい。覚えてないでしょ。覚えてないんだ。こんなもんなんだね。で、ゆうと、肉丼でいい？はぁ、やばい。終わらないな、これマジで。はい、ということで今日は、このゴミ屋敷を、片付けるプラス衣替えをね、そろそろ北海道は北海道っていうか しなくちゃいけない時期になるのでね、急に本当にぐんと気温がぐんと急に上がるのが北海道の春の特徴なのかな。天と地の差というかね、昨日までマイナスだったのに急にプラスにぐんと上がって、着る服がないというか、まあ、寒さを我慢して耐え忍ぐ春みたいな、感じになるんですよね。いつもねすごい嫌だけど、こんな感じでこの、汚れた服たちを衣替えしたいと思います。すっごい天気もいいのでね、いろいろやらなきゃいけないことが多いですね。こたつもねそろそろね洗ってね干さなきゃいけないんですけど、今日はちょっと避難できないですね。気が遠くなりそうなぐらい鼻水出る。気が遠くなりそうなぐらい鼻水。どうしたらいいんですかね。多すぎてちょっと分かんない。とりあえず出しますか。すっげー気遠いんだけど、この作業どうしよう。ちょっと切れないんじゃないかな、これ。あ、160か。切れるか。1年でぐっと身長が大きくなるじゃないですか、子供って。すごいよね、出費が。え、これパパのじゃない？冬物全部入れちゃっていいの、こっちに。どうしようかね。ちょっと軽めに切れそうなの出しといて。そうだね。まだね、北海道、本当にゴールデンウィーク前までしつこく言うけど、雪が降るので。出かけた時とかすごいさ。あ、そうそうそう。そうなのさ。そうやってね。このロゴスのリュートのジャンバーと厚手のジャンバーどっちかは1個ぐらい残してた方がいい。そうだね。これ残しとくか。花柄残しとくか。1個ね、残しとかないとね、大変な目に遭うんですよ。風邪ひきます、完全に。ちょっと、ヒートテックみたいなやつをちょっと残しておかないと、やばいですね。やばい。ハウスダストだから鼻がやばい。鼻がブズブズして。マスクしとくから。鼻水やばい。やばい、鼻が。ようさ、やめの花粉じゃないけどさ、ほこりで目もかゆい。私、花粉はないのよ。ハウスダストなんですよ。今日は唯一の、唯一のオフデーなのに、全然オフデーじゃないんですよ。全然オフデーじゃないのよ。11時から仕事あるしさ、オフデーじゃないんですよ。しかも今日さ、全然オフデーじゃないの。だって今日卒業式なんですよ、6年生の。だから休みなの。だから息子くんと友達があともう少ししたらやってきますよ。やばいっすよ。やばいっすよ。でも断捨離もしていかなきゃいけないでしょ、衣替えと一緒にさ。誰？なんだ、仕切れてんだ。俺がいろんなホームセンターとか行って、
いろいろ買ってみたんだけど、やっぱりね、一番いいのは100均ですね。100均が一番いいってことに落ち着きました。なぜかというと、どっちにしろね、あんま密閉性ないよ、どこも。空気漏れちゃうから、どこで買ったか知らんけど、こういう空いてる100均のやつ結構密閉性あって、で、ボロくなりゃさ、買えりゃいいんだけど、ホームセンターで600円とかするじゃんね。わざわざ買えるのに、また600円っていうのはちょっとコストが高すぎるから、100均で何回も買える方がいいかな、みたいな。おすすめのあったら教えてほしいんですけど、こういうの。なんかすぐ空気漏れない？わーんってなっちゃう。なんでなんだろう。あ、やばい。夏服マジ全特価かもしんない。あ、これもいけるか。ほんとさ、うちの小猿姫さ、自分で選んだ服しかマジ着ないんですよ。だからほんとお気に入りじゃないのは永遠に着ない子なのでね、大変なのよ。スパイダルガール今あんのかな。スパガはね、私好きなんだ。でもやっぱりちょっとずつ断捨離しないとさ、増えるじゃない。息がね、かゆいんだよね。出たい。いやー、これもね、パパ覚えてる？これいつ着てたか。私覚えてないでしょ。こんなもんなんですよ、結婚すると。本当覚えてないの、これ。え、せいちゃんに覚えてないの、これ。え、着てみて。え、ここら変でしょ、絶対こうやって着るじゃん。覚えてる？10年前だよ、10年前に。これ今はやっぱ覚えてるの、この黒いのとか。ああ、それあるよ。それがあった。これ10年前に買ったやつだけど、やっぱり品物がいいから全然着れるんですよね。覚えてないんだ。やっぱそんなもんなんだね。ひどい味か。あ、なんかいやね、覚えてないんですって。楽しくなっちゃうな。逆に覚えてる、このズボン覚えてる。そのシミだらけの覚えてるよ。それ7年前でしょ。何年前ぐらい。そんな無地のズボンなんて覚えてるわけないじゃん。私が言いたいのは、付き合ってた当初に着てた服を覚えてるか覚えてないか。これね、あ、そう、正解言うの忘れた。あれのこと、パパと付き合ってる時に沖縄行った時に着てった服なんだよ。覚えてないの、クソやろ。これでしょ、パパが言ってるの。これも10年以上、12年前ぐらい。これもすごい可愛いの。34のわって、なんで粒入ってた。34の私には似合わないかもしれない。ふい、ふい、やばい。わー、鼻が苦しい。ふい、ふい、やばい、マジでこれ。やばいんですけど。ふい、あー、寒い。ふい、やばい、やばい。やばい、鼻が。で、ハウスダスト。待ってるわ。ああ、やばい。鼻水がやばいっす。絶対もうこれ着れないでしょ。かわいい、これ。やっぱちゃんと時にリュートが着てたやつなの。本当ってあんまり着れなくなるよね、こういうのね。懐かしいから思い出に撮っとこうねって言ってたんだっけ。うん。いや、俺は思い出だね。思い出をちょっとだけ撮っておくタイプなんです。腹立ちした。もうやだ、もうやだ、あ、疲れた。いや、開いてないって。もうそこ本当にもうぎゅうぎゅうなんだって。これもぎゅうぎゅうだよ、ぎゅうぎゅうだよ。いや、いいよ、じゃあ下入れていいよ、下入れていいよ。いや、いいよって。入れちゃったよ。いや、いいよって。入れちゃったっけ。いや、いいよ、本当に入れていいって。いやいや、何急に。いや、下開いてるなと思って見た。いや、だから言ったでしょ。いや、違う、冬服と、冬服入れてる。じゃあ、待て、ぎゅうぎゅう、待て、ぎゅう。冬服めっちゃ開いてんの。冬服入れたの忘れてたのさ。これハンガーは取るでしょ、さすがに。さすがに取るでしょ、穴開く。あともうちょっといけるかな。いや、あんまさ、ぎゅうぎゅうやると開いてきちゃうんだよね。腹立つノリだ、ほんとに。スキーウェア何着あっても足りないんですよね、北海道。北海道に住むの嫌なんない、パパ。
やだって。もう慣れた？南国。南国生まれ、南国育ちやからね。終わらないな、これマジで。やばい。やばいよ、マジ。どうしよう。やばいんですよ。冬服。微妙にまだ寒いんだよね、夜とかさ。着たいけど。出さなきゃいけない。すごい本当にザ冬みたいなのは本当徹底してもう片付けて、ちょっとこう切れそうなロンティーみたいなやつは出しといてみたいな。地域差出てきちゃうからなんとも言えないんですけど、ちょっとまあそんな感じです。この水が出る。うわ、これ一回も今日ない。どうしよっかな、どうしよっかな、迷っちゃうね。もうそんなに服が多いわけじゃないんですよ、実はこう見えて。あ、でもこれ可愛いな。よいしょ。ちょっと一回撮影中止していいですかね。これ撮りながら無理無理だ、これ。経過途中。最大に汚い。私も息子ご飯をね作るシーンを撮ろうと思ったら穴がちゃいました。わざわざですね、シーン設定しちゃったんだけど。ゆうと、あの肉丼でいい？ゆうと、肉丼でいい？肉丼、肉丼目玉焼きでいい？肉丼目玉焼き、はい。やばいやばい、衣替えはねちょっとずつ進んで、あともうちょっと終わる。やばいやばい、いろいろやばいっすね。あ、やばいやばい。味噌汁飲む？はい。私もお腹空いたな。昨日作った業スーのチャパティっていうのを使ったやつと、ホワイトソースとチーズとひき肉使ってラザニアを作ってみました。とっても美味しかったです。チャパティ超いいよ。あ、殻入った、やだ。あー、いやー、あ、ステタキのステンド、私熱い。あ、やばいやばい、何、ちょっと待って、あ、助け、いや、いや、いや、あ、いや、あ、割れた、最悪、何できました。できたよ。あれ、結局シャボン玉で遊ばなかったの？そうだった。なんだよ、出してみてんじゃねえかよ。失礼します。失礼します。はい、失礼します。はい、ちょっと狭いんですけど。はい、あ、狭いんですけど。わかる。何が？後でいいから。いいよいいよ。何、いい、片耳だけでいいよ。じゃあもう一回もう一回。あ、そうそう、そうかもしんない。そんな感じしといて。あ、なんて言ってるかわかんないもん。ありがとう。ごめんごめん。じゃあ、お腹空いた。いや、もう何も食べてないんですよ。衣替えしかしてないし、もう。はい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 。全然休まらないんですけど、ね、今日首なんですよ、私。首なのに全然休まらない。どこだ、お店シャラザニア。美味しいね、最高。
やっぱり梅酒が一番うまいね。食べてごらん、美味しいから。ダメ？まずかった？よかった、じゃあママ食べる。ちょうだい、ネギ。うまみ。あともうちょっとで終わりですよ、衣替え。頑張るからママ、衣替え頑張ってるから応援して。衣替えを頑張ってるよって。どういうこと？夏服と冬服を入れ替えるのを頑張ってるよって。うん、でも。うまい。ラザニアいただきます。ラザニアがほんと美味しいんですよね、これ。超カロリー食、超高カロリー食。デブります。生理前なのでね。食べましょう。いや、美味しいわー。一番美味しい。うん。で全部袋に入れて、あ疲れた。こんな感じで、とりあえず衣替え終わったので、あと掃除機かけて吸引バブルでつけたいと思います。ダメダメ、あもうね、すごい難しいんですよ。見てください、皆さん。皆さん、こういうことありません？これ、ないやつ。ここが、ないバージョンのやつ。これ、直接入れるやつ。聞こえますか？これ、絶対みんなも思うよね、これ。難しくない？これ、直接入れるやつ。よいしょ、よし。若干空気入るんで、やっぱりこれ仕方ない。なんかもうプロレスやってる気分でさ、これ取ってあるのはね、いいんだけど、でもこれもなんか微妙だな、なんか。そうなんだよ、もう。はい、こんな感じで綺麗になったよ。もう疲れたマンボウ。若干やっぱ空気入ってきてるけど、もう知りません。はぁ、あ。今日のまとめとしては、全然オフじゃないオンデイでしたね。主婦は休みがないってことを再度実感させられました。貧乏症あるある、やっぱ一度かなりのド貧乏を経験してるので、明日貧乏になったらこのヒートテックいるよなとか、明日貧乏になったらとか、貧乏になったら if 貧乏を考えてしまうんですよ。だから if 貧乏を考えるとなかなかね捨てられなくて、だから貧乏になるんでしょって絶対コメント来ると思うので先に言っておきます。でもこれだけね、ほら捨てるものがあるから、そんなになんか過去のトラウマというかね、そういうのはないんですよ。ただやっぱりどうしても北海道なんでね、来年貧乏になったらさ、ストーブ炊けなくなるし、こういう厚着のやつは何枚あってもいいなとか、そういう思考回路になるんですよ。そうなるとまた捨てられなくなるというかね、だいぶ勇気はついたのでいいかなと思います。はい、終わります。もう疲れました。はい。